はい、始まりました、マチェチャンネル。さあ、今回は、はい、松原さんに教えていただきました。こんにちは、はい、お願いします。てんちゃんのね、合宿が行われたということで、はい、その合宿、まあ多少ね、映像はもう流したんですけど、はい、実際どうだったのかよくわからない、まあなんか喧嘩が起こったっていうことぐらいしか情報がなかったの で、一体何をやったのかっていう、はい、あ、そうですね。でまず10名いらっしゃって、オーバー20名以上いらっしゃったんですけど、はいはい、ちょっとこちらの方でやっぱ学力がちょっと低い人を集めたかったので、あ、で10名に絞り、うんうん、でそのうち女性も2人来てくれたんです。はいはいはい、はい、そんなことあるんだなと思ってびっくりしました、ね、はい、まあ、ちょうどその女性用の部屋も用意できてたんで、ありますね、まあ、そこは良かったなと思うんですけど、うん、大変でした。まあ島の合宿の模様、はい、どうぞどうぞ。ネイティブの人でも解けないってことが起きるぐらい難しい。でも一文一文読めた方でパラグラフで何が言いたいか、文章全体で何が言いたいのかっていうのはちょっと見えてもないわけなので、ここで2つ目の観点が、ね、必要になります。何だと思います？なんか分かります？2つ目の観点、美味しいですか？あ、面白いね。そうですか。よかったです。めっちゃうまそうですね。森鉄。単語ブリッジはもう反復と反復と反復と反復やん。でも覚えられへんっていうのはそれ自分の努力不足やで。なんやこのふてぶたしい態度。ちゃんとほら、ちゃんと姿勢正しく。まあそれでいいよ、単語は。リラックスしてる。ほら、もっとほら、本気でやれ、本気で。テレビしく勉強している藤川さん、この後ガチのテストを受けて彼は単語テストをクリアできるのだろうか。やってよ、やってよ、ちゃんとやれよ。はい、これが小さい。はい、単語、はい、覚えられてるか即答できなかったらアウトです。ローカル地元ご飯申し出る、うん、申し出、うん、暗く定員、熱がある中よく頑張りました。ありがとうございます。2日間の合宿どうでしたか？あ、まずありがとうございます。うん、あと、うん、そう、体調は少し悪かったんですけど、はい、あの、すごい集中できる場所で、真剣に含めたので、はい、うん、おお、大変だったんですね。大変でしたね。まずベーシスってオンラインの塾なので、はい、これやっぱリアルに集まってやるってことの大変さをまざまざと感じたというか、お、そうだったんですね。はい、なんていうんですかね、オンラインだとまあ生徒さんの指導だけ面倒見ればいいんですけど、うん、まあなんか事故が起きないように管理したりとか、うん、あとまあ食中毒も意識して食事もちゃんとね、あの、しなきゃいけないとか、咳込んでるやつがいるけどこれは本当に風邪じゃないのかとかそういうチェックがやっぱ大事じゃないですか。やっぱそれがきっかけで風邪ひいたとね、あの、病気になったとか、まあいろいろ起きると思うんで、やっぱそういうやっぱ管理、うん、まあまあまあ泊まりの合宿ですからね、普通の塾よりまあそうそう、大変なことが多いですよ、それは、ね、それはい、ただ一方でやっぱその和気、まあ、あいあいとみんなでこう楽しく勉強できたし、まあ、一緒にご飯も食べたりしてバーベキューもしたり、まあ、楽しかったなっていうところもあって、で結果的にそれがきっかけで結構あのかなり勉強の時間が伸びて、うん、まあ、成績が伸びたっていう人も出てきたり、中には一人女の子をそのベーシスに入会いただいたんですね。でそのベーシスの合宿では来ていただく前にその目標を聞くんですね。英検で何級取りたいとか、トイックでこれだけ取りたい、大学受験ここ目指したいっていう目標に対して現状の成績を分析してカリキュラムを先に提示するんです。でそのカリキュラムを提示した参考書等々を持ってきてもらって、それを元にこう勉強していただく、でできたかどうかのチェックだったり、分からないところを講師が教えていくっていうのをまあひたすらやっていく中で、みんなであの例えば焼きそばを作ったりとかバーベキューしたりとか、まあいろいろそういう場を共有して、うん、まあ、仲良く楽しく勉強するみたいなことをやってたんですね。うん、それあのなんかねコメント来てましたけど、てんちゃんは省かれてんじゃねえかみたいなのも入ってましたけど、いや普通に馴染んでましたし、はい、なんかてんちゃんのグループ今回3つ寝る場所があって、はい、まあ、3つのコテージですね、はい、てんちゃんグループだとてんちゃんがなんかリーダーっぽくなってて、松原さん枕が足らないって言って寝れないって言って助けてって僕に言われてるんですけど、松原さんなんとかしてくれませんかって夜中の12時半に電話来たから、はあ、でも寝てないよピチッて切りました
で朝ごめんねって言いました。なるほどね。あのそうそう、もう11時に寝てたのに、はい、起こしやがったんでもっと早くやって、はい、じゃあ全然普通に、はい、馴染んでご飯とか食べてたってことですか。馴染んで食べてましたし、なんならもうてんちゃんに会いたい、てんちゃんに会うことだけが目的だっていう人もいたんですよ、男の方で。そんな、うん、でもその方聞くと、まあ、てんちゃんもそのいろんな状況環境の中で頑張ってる姿を見て、まあ、本人としては満足にまだできない部分もあるかもしれないけど、そういう姿を見て僕もなんかちょっと一歩が踏み出せたんだっていう、あの27、8歳ぐらいの方がいらっしゃって、ああそういういい影響をてんちゃん与えてんだねって言ったら、うん、おーって言ってました。喧嘩してる場合じゃないんじゃないですか。あ、まあ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 、そうね、喧嘩してる場合じゃないですね。本当に、はい、っていう感じなんですけど、はい、なるほど、そういう感じだったわけで、はい、またやるんですよ ね、 だってね。そうです、今回はあの8月3日4日の土日で、はい、でちょうどその大阪市内の、はい、まあ、ちょっと自習室を借りてやるんですね、はい、で1日目が毎度も大阪っていう結構有名な大きいセミナールーム、はい、で、はい、2日目は、まあ、うちのグループのタワー型マンションの、まあ、そういうラウンジがあるんで、そこ30名ぐらい入るところに、まあ10名だけ集めて今回やろうと思ってまして、で3日の日がちょうど淀川の花火大会なので、まあちょうどその高層階から見下ろせる花火大会パーティーをその合宿の後にやろうかなと。本田先生も来てください。いやいや、それまあ来れないと思うんですけど、一応誘ってきますという感じで。なるほど、はい、これですね、なんと高いんですよ今回、はい、1万5000円いただきます。そうなんですね、はい、でこれがですね、あのホテルがいらない人は1万5000円で、ホテルがちょっと必要だという人はこちらで手配して、まあ、大体1万から1万5000円ぐらい追加でかかるんですけど、全然通ってこれるよと。大体合宿自体は遅くとも8時前には終わるので、まあ、その近隣の方は全然家に帰れると思いますし、朝も一応9時からやろうと思ってるんで、まあ、全然通れる範囲の方はまあ通っていただいて、ただ遠方から来れる方は、あ、僕の方で結構安くちょっとホテルの方は手配させてもらおうかなと思ってます。でそれはもう自分で取っていただいていいんですけど、合宿の参加費としては今回ちょっとね、自主室の費用結構かさんだので、まあ1人、まあ、1万5000円ちょっといただく形になるんで、うん、それはちょっと恐縮なんですけど、わかりました。そこに一応食費は一応入ってます。なるほど、はい、はい、ということでございますね、はい、ぜひ興味のある方はぜひいただければと思います、はい、であともう一つですね、まあ、このやっぱ大阪なんで、まあ、来れない方も多いと思いますし、うん、まだ時間も合わないって方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとお盆の時期にオンラインの合宿っていうのを、あの、ちょっと1週間弱やってみようかなと、これも非常に、まあ、安価に、まあ、あくまでも実験的なものなんで、前回も9900円がめた安い価格だったんですけど、うん、まあ、オンライン合宿はもっと安くしようかなと思ってますが、まあ、はい、そういう企画も考えてるので、ご興味がある方は、その概要欄のフォームから、ちょっと必要事項を書いていただければ、その情報にちょっと詳細を送っていこうかなと。もう一ついいですか。今回は、講師が、京大の修士とか、博士、の方たちがまた来るので、英語に限らず国語、数学、物理、科学で悩んでる方も今回全然ウェルカムで。お、なるほど、はい、それはどっちのやつですか。どちらもです。あ、はい、まあ、悩んでる科目に対して先ほど言った通り今の問題点全部こちらで分析した上で、こういうことやったらいいよっていうカリキュラムを提供します。なるほど、はい、でそれでやっていただきたいな。わかりました、はい、ということでぜひともよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ごちん。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。